火山の冬とは、大火山の爆発的な噴火によって、火山灰や霧状の硫酸が太陽光を遮り、地球のアルベドを上昇させることによって温度が低下する現象のことである。長期間に及ぶ冷却効果は主に、大気上層部に構成されるエアロゾル中の、硫黄化合物の増加が原因である。火山の冬と呼ばれるものの一つに、インドネシアのスマトラ島のトバコの大噴火によって引き、 起こった7万万から7万3000年前のものもがあるその後6年間、ここ11万年間で最も大量の火山性の硫黄が堆積し、東南アジアでの重大な森林現象や摂氏一度単位での世界的な気温の低下が引き起こされたと言われる。この噴火は大陸上で進行していた氷河を加速することによって氷河時代への急速な引き戻しを起こし、地球上の動物や 人類の個体数が大規模に減少したと仮説を立てる科学者がいる。その一方で噴火による気候の影響はあまりに小さく短期的なもので当時の人口にこれまでに上がっているような影響は与えなかったという科学者もいる。噴火と同時期に大多数の人類の文化が突然起こったという事実から推測するにおそらくこれは火山の冬に関連付けられる。 ボトルネック効果の一つであろう。平均して、総噴出量が最低1 0 1 5ラムの大噴火が100万年ごとに起こっている。ロシアには、シベリアトラップという巨大な洪水源部岸の噴出跡があり、東京大学の磯崎幸男は、遥か太古の昔に起こった PT 教会の大絶滅について、スーパーホットプルームの噴出による、 巨大規模の火山活動による火山の冬が原因であり、シベリアトラップはそ、磯崎は、この火山の冬を、プルームの冬と名付けている。1991年ピナトゥボヤ初期の噴火最近に起きた火山の冬の規模は、比較的穏やかではあったが、重大な影響をもたらすこともあった。1783年のベンジャミン・フランクリンによって、書かれた論文では、 1783年の例下は、アイスランドからの火山灰が原因であると指摘している。当時のアイスランドでは、ラキ火山が噴火して、大量のアリウ酸ガスを排出しており、結果として、アイスランドの家畜の大多数を死にたらしめ、人口の4分の1が、上で死ぬほどの悲劇的な飢饉をもたらした。また、北半球の温度は、この噴火の影響で、約接氏1度低下した。 535年から536年に至る異常気象現象は535年に起こったインドネシアのクラカタウ火山噴火が関係していると考えられている。1315年から1317年にかけたヨーロッパでの大飢饉はニュージーランドにあるタラウェラ山の5年ほど続いた火山活動によって引き起こされたものであったと考えられている。1452年。 または1453年に起こったバルアツの海底火山加えの近くの激変するほどの噴火は世界的混乱を引き起こした。1600年、ペルーのワイナプチナ火山が噴火した。年輪による研究によると1601年は寒冷だった。ロシアでは1601年から1603年にかけて最悪の飢饉が発生して、 ドーラン時代の混乱が深刻化し、スイス、ラトビア、エストニアでは異常な寒冬であった。1601年フランスではワインの収穫が遅れ、ペルーとドイツのワインの生産は壊滅的だった。中国では桃の木の開花が遅れ、日本ではスワゴの氷結時期が早かった。1783年のアイスランドのラキ火山の噴火はヨーロッパと北。 アメリカでの異常な気候状況を引き起こした。天命の大飢饉は、この爆発によって引き起こされたという説が有力である。またこの年には、ラキ火山と同じアイルランドのグリムスボトン、日本の浅間山や岩木山も噴火しており、火山活動が活発であった。さらに、フランス革命の縁因ではないかとも言われている。1815年のインドネシアの清掃火山である。 タンボラ山が噴火し、その影響でニューヨーク州では真夏に霜が発生、ニューイングランド州とニューファンドランドラブラドール州では6月に雪が降った。今ではこれらは1816年の夏のない年として知られている。1883年、クラカタウの大噴火によって火山の冬に匹敵するような状況を生み出した。噴火の後の4年間は異常に気温が低く、 1888年の冬に世界各地で記録的降雪があった。直近のものでは、1991年、フィリピンの清掃火山であるピナトゥボ山が噴火し、2年から3年の間世界的に温度を引き下げた。トバコの巨大なカルデラボトルネック現象が起きる時期をもたらすことの原因として、火山の冬が影響していると指摘する研究者もいる。 地質学及び系譜学の記録によれば、現在は、トバコカルデラとなっている、トバ火山で大規模な噴火が起きたことが示されている。人類学者のスタンリー・アンブローズは、このような現象は、迅速な個体群の進化が起きるくらい少ない個体数まで、個体数を減少させると述べている。トバ火山のボトルネック現象では、多くの種が遺伝子プールの収縮によって、大きな影響を受け、 人類もほとんど絶滅の瀬戸際まで追い込まれたと考えられている。ありがとうございます。